新玉橋駅は、愛知県名古屋市水北市山町2丁目と愛知県名古屋市水北水穂通り8丁目にある名古屋市営地下鉄の駅である。名城線と桜通線が乗り入れる。なお、当駅は名城線南部駅、むく名古屋大学管区駅が管轄している。名城線、桜通線ともに、島式一面2線ホームを持つ地下駅で、ともに、 可動式ホーム柵が設置されている。名城線ホームは15メートル車6両、桜通線ホームは20メートル車8両編成まで対応している。両線は地下で交差しておりその上部にコンコースがある構造をとっていることから、両線の乗り換えは一度コンコースに上がってから下ることとなる。かつては名城線の終着駅で出入り口は5つだったが、1994年に、 今池から桜通線が当駅を経由して、野並駅まで延伸した際に出入り口が8つに増加したほか、改札口も増設された。さらに、10年後の2004年には、名古屋大学駅から4号線が延伸し、2号線と合わせて、名城線となり、環状運転となった。なお、環状運転開始後の金山駅側に、片渡り線が残されており、 2020年5月以降は定期列車では使用されていないが2005年に厚田区内で不発弾処理が行われて名城線が部分運休した際、右回り列車が一旦本線の金山駅側に引き上げた後、この渡り線を使用して左回り方向へ折り返したことがある。桜通線には渡り線や引き上げ線はなく、停留所に分類される。 交通エコポーンのリーダーが設置されていた。コンコース内には、信号機やパンタグラフ、台車など地下鉄に関連する機器類が展示されている。近隣に、運動場や競技場などを持つ名古屋市水穂公園がある。また、金融機関や複合商業施設のほか大手チェーンの飲食店や商業施設などが多く立地する。新玉橋バスターミナルもよりバス停は、 新玉橋である。1974年の名城線開通と同時に、開設されたバスターミナルより発着する。名古屋市交通局及び JR 東海バスにより、以下の路線が運行されている。1994年に桜通線が野波駅まで、2004年に4号線が名古屋大学駅から開通したことから、路線数が減ったものの、引き続き、 当駅から、天白区、緑区、南区などへの路線が多数運行されている。バスターミナルへは5.6番で入り口が近く、エレベーターもある。ターミナル内の乗り場は6カ所、降車所は1カ所、ターミナル外の乗り場は3カ所ある。かつては、千産駅や大曽根駅まで運行されるバスや、病犬町業のバスや、地下鉄、原港のバスも存在していたが、全2つは、 桜通線と完全に並行するため1994年に、明剣町業は、明城線と完全に並行するために2004年に、それぞれ廃止となっている。地下鉄、花港は、桜通線と一部区間が並行するため2011年に廃止となり、現在は、新たま15として運行している。他には、新たま橋からの笠寺駅業や名古屋工業や、 緑港工業や白土港なども存在していた。バスターミナルの敷地は、新玉橋交差点で交わる2つの道路と斜めに、流れる山崎川に挟まれた三角形になっている。名古屋市営バス JR 東海バス乗り換え人員は、含まない。朝夕ラッシュ時、金山方面からの名城線左回りの一部、列車は当駅から名古屋工業の表示がなされるが、 左回りを経由するために大回りになる。なお、最短距離で移動する場合は、2番ホームの名城線右回りで、金山まで行き、名港線に乗り換えとなる。当駅の開業日は、名古屋市電の最終営業運行日と同日であり、この日と翌日の2日間だけ、市電との乗り換えが可能であった。計画時には、落合橋という駅名だったが、 旧市電新玉橋電定の名を受け継いで新玉橋駅となった。1974年3月市電廃止と同時に地下鉄が開業した名古屋では稀な地点である。ありがとうございます。